はい、今回のテーマとしては加藤コーチが現在行っている新たな試みについてご紹介をしていきたいと思います。まあ、今までも用具について様々なものを紹介させていただいたり、まあ、メリット、デメリットについて解説をさせていただいたんですけど、まあ、今現在私自身が試していて、まあ、すごくいいと思っている新たな試みについて、まあ、皆様にもご紹介していきたいと思います。その試みというのはこちらになります。まあ、見ての通りグリップテープを巻きました。このペンホルダーにグリップテープを巻くことによる、まあ、良さ、メリットについて解説を今回はしていきたいと思います。まあ、グリップテープというのは、まあ、どちらかというとペンホルダーじゃなくて、まあ、シェイクハンドの方で、まあ、巻いている方が多いと思うんですね。私自身もそうだと思っていて、あまりグリップテープを使うことはなかったんですけど、まあ、最近、まあ、用具の性能というよりかは、まあ、自分自身のグリップについてすごい悩んでいて、でその中で、まあ、勧められて一度グリップテープを貼ってみたんですね。そうすると、まあ、すごい自分の中で感触が良くなって、まあ、大幅に変わる部分がありました。その一つ目としてはグリップが太くなるということです。まあ、グリップテープを巻くといえばこれですよね。まあ、今貼っているラケットもビスカリアなんですよ。でビスカリアって、まあ、普通の中国式に比べてちょっとグリップが細めで、まあ、私の中でもやはりしっかり持った時に手に余る感触があったんですよ。でそれをグリップテープを巻いてみることによって、まあ、ラケット自体が太くなる、まあ、その分がっしり持つことができるようになったんですね。まあ、これがすごい大きな変化で、やはりビスカリア自体は私自身もすごい好きなラケットで使いたかったんですけど、このグリップが細い、私の手が大きすぎることで、まあ、なかなかしっくりと持つことができなかったんですけど、まあ、このグリップテープを貼ることによって、まあ、グリップの太さっていうところの問題点を解決することができました。まあ、今使っているラケットでちょっとこうグリップが細すぎて手に余るなと思っている方は、まあ、一度こういった風にグリップテープを巻いてグリップ全体を太くしてもらうことによって、また持ち心地が変わってきたり、まあ、自分の中でフィットする可能性もあるので、まあ、すごくおすすめができると思いました。まあ、巻き方を調整することによってさらに太くすることもできますよね。まあ、今は全体的に巻いているんですけど、もしもっともっと太くしたいのであれば、この手元側だけもっともっとぐるぐる巻きにしてしまえば、まあ、さらに太くすることもできますし、まあ、ラケットのグリップの大きさを変えるにはグリップテープすごい持ってこいかなと思いました。二つ目としては重心が手前によるということです。まあ、重心が手前による分、やはり切り返しがすごいやりやすいですよね。グリップテープを巻くから、やはりラケット重量自体は重くなるんじゃないと思うことがあるんですけど、まあ、確かに重くなるんですけど、まあ、やっぱり貼るのってグリップ側なんで、やはり手元なんですよね。まあ、そうすることで、確かにラケットを持った時はちょっと重さを感じるかもしれないんですけど、まあ、バックとフォアの切り替えをやった時に、その重さがストレスになるかというと、まあ、そうでもないんですよね。むしろ手元側に重心が来ることによって、パッパッパッっていう素早い切り替え、パッと手を出すことがやりやすくなると私は思いました。でその中でもし重心が手前になりすぎるのが気になるのであれば、まあ、先端にパワーテープを貼ってしまうのも全然ありかなと思います。まあ、私の場合はちょっと先端重心の方がいいと思っているんで、まあ、パワーテープ先端に貼っているので、まあ、これでバランスを取るようにしています。まあ、先ほどの、まあ、グリップを太くする以外にも、まあ、ラケット重量を増やしたいと思っている方でも、まあ、こういったグリップテープを貼ることはすごいいいかなと思います。まあ、重量を重くすることによって相手のボールに押されづらくもなるし、まあ、自分の打つボールの、まあ、球の質も上げることができるんで、まあ、重量調整の意味合いでもこのグリップテープいいかなと思います。3つ目としては技術を行う時のブレが少なくなるということです。グリップテープってやはり滑りがなくなるんですよね。これ表選手にとってすごい大事な要素だと思っていて、特にスマッシュを打つであったり、まあ、角度で合わせる技術を行うときに、やはり打つ瞬間にラケットがグラグラグラって動いてしまうと、まあ、それだけボンミスにつながってしまうんですよね。まあ、そのグラグラが、まあ、台上技術とか細かい手首を使う動作のときに役立つことはあれど、しっかりバチッとボールを打つ、ブロックを抑え込むときにそのブレってあまりいいものではないんですよね。なのでグリップテープを巻くことによって、まあ、しっかりラケットを握ることができる。そしてこのブレが少なくなるんですよね。やはりラケットを振っているうちにちょっとラケットキーなんでちょろっとつるっと滑るような状態になって、ここ面しっかり押さえたのに押さえられへんかったとか、まあ、ショートの面が上に向いてしまうとかあると思うんですよ。まあ、それがグリップテープを貼ると一切なくなります。まあ、ちょっと慣れはいると思いますね。やはりグリップテープっていう違う素材が、まあ、手に触れるわけなんで、まあ、違和感はあるかもしれないんですけど、まあ、慣れることができれば相手のボールに対して押し負けないような形を簡単に作ることができると
感じました。4つ目としては、裏面打法がやりやすくなったということです。まあ、これはやり始めてちょっとびっくりした部分なんですけど、まあ、裏面を振るときに、まあ、回転をかけやすいんですよね。ミートをするだけだったら正直グリップテープを貼っても貼らなくても一緒なんですけど、まあ、回転をしっかりかけようと思った時に、まあ、人差し指をしっかり使ってあげたいんですね。まあ、親指だけでも回転はかかるんですけど、人差し指をしっかり使ってクッてこう力を入れてスイングをすることができれば、よりラケットの先端も動いてくれて強い回転を加えることができるんですよ。これがグリップテープがある方がすごいやりやすいです。グリップテープがない状態で、特に中国式ペンで人差し指を使ってラケットを振ろうとしてしまうと、どうしても滑ってしまってラケットがすっぽ抜ける、飛んでいきそうな状態になってしまうんですね。ただグリップテープがあると、人差し指を使ってもラケットが外れることなくしっかり先端を回して振ることができるようになるんで、これ私もびっくりした部分です。まあ、人差し指以外にも、まあ、この親指と人差し指の間のここでしっかりラケットを握る方は、まあ、すごいいいかなと思います。まあ、裏面を振るときってただ指先だけに頼るんじゃなくて、まあ、手の奥の部分、この部分で持ってグッて持った状態から人差し指を回してもらうと裏面での回転がかけやすい。特にチキータ、ボールの横を取るときにラケットの先端ってしっかり動かす必要があるんで、まあ、そういった、まあ、裏面ならではの回転量を確保するためにも、このグリップテープを貼ることは、まあ、すぐおすすめだと思いました。まあ、グリップテープもそうですし、この裏面を振るときに人差し指を活用するというのは、まあ、皆さんにもやっていただきたいポイントですね。これはまた別の動画でもご紹介します。そして最後5つ目、まあ、これはちょっとサブの部分にもなるんですけど、まあ、手汗によるラケットの劣化を、まあ、防ぐことができるということです。まあ、手汗が多い人でよくあると思うんですけど、まあ、ラケットを長期間使用して、まあ、手汗を吸ってしまった、それで湿気でラケットの打球感が変わるであったり、まあ、重量が重くなってしまう、まあ、そういったことってあると思うんですよね。ただグリップテープを貼っていると、やはり手汗が多い方でもグリップテープの方に、まあ、手汗であったり湿気がたまるので、ラケット本体には大きな影響は出ないんですね。まあ、なのでラケットを保護する面でも、やはりグリップテープはいいかなと思います。まあ、湿気を吸ってそれでこうラケットに味が出るのを求めているんだったらまた違うんですけど、やはり常に、まあ、新品のような綺麗な状態でラケットを使いたい、綺麗な性能で用具を使いたいと思っている方は、まあ、グリップテープを貼ってもらった方が大きな劣化を防ぐことができるかなと思います。まあ、そこは好みの問題だと思うんですけど、覚えていておいて損のないポイントだと私は思います。で、次はグリップテープを貼ることによる、まあ、注意点について解説をしていきます。で、その注意点というのは、まずは適度にやはりグリップテープを変更していただいた方がいいということです。まあ、手汗の具合とかもよるかもしれないんですけど、やはり同じグリップテープを長期間使用しすぎてしまうと、まあ、先ほどお伝えさせてもらったように、まあ、重くなってしまう可能性があるんですよね。特に手汗を多くかく人は、まあ、グリップテープにどんどん染みていって、まあ、重くなってしまう。そして、まあ、これは人によるかもしれないんですけど、ちょっと匂いが溜まってしまって、まあ、清潔感はなくなってしまうので、まあ、可能な限り、まあ、別に1ヶ月2ヶ月ぐらいでも構わないので、定期的に変えてもらうことはいいかなと思います。まあ、そんなに超高額な値段のするものではないと思うので、まあ、常に同じ状態で使用するためには、まあ、ある程度自分の決めた範囲で変更してもらうことは大事かなと思います。特に強く握る人だったら、まあ、グリップテープに傷ができてきて、だんだん破れてくる可能性もありますので、まあ、同じのあまりにも長いこと使用するのはお勧めできないかなと思います。そして2つ目としては、まあ、使用するグリップテープの種類も、まあ、考えてもらった方がいいということです。まあ、今回私が使用しているのは、まあ、バタフライさんで販売されている、まあ、グリップテープを使用しているんですけど、まあ、ものによっては、まあ、イボイボがついてたりするんですよね。とか手触りの部分もそうですし、まあ、その中で自分の好みを見つけてもらった方がいいです。またグリップテープが、まあ、薄い方がいいのか、もしくはちょっと分厚いものの方がいいのか、まあ、それも好みによって変わると思いますので、ただグリップテープを貼るといっても、まあ、その自分の好みに合ったグリップテープを、まあ、選んでもらった方がいいです。まあ、グリップテープといえど、まあ、様々なメーカー、もしくはテニスメーカーのものでもやはりいいものは揃っていると思いますので、まあ、様々なものを試していただいて、自分に合ったものを見つけていただければいいかなと思います。まあ、今回私自身も、まあ、試していて、まあ、すごいしっくりきていて、まあ、これからしばらく、まあ、グリップテープを貼って、まあ、プレイをしていこうと思いますので、まあ、皆さんぜひ一度お試しください。もしこの動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。